福島市議会議員選挙に勝って NHK をぶっ壊す。はい、今日が、9月の3日、6時30分です。ようやくですね、ちょっと引っ越しがある程度片付きまして、まあ、あとちょっとパソコンとかの設定がまだなんで、ちょっと本格的にっていうのはもうちょっとあと2、3日かかりそうなんですけれども、まあ、ようやくちょっと引っ越しの方が終わりました。で、昨日ですね、ちょっと初めて、ちょっと宛名は伏せますけど、こういう形のもらいまして、中身がですね、これ、参院選の時のポスターですね、2枚いただきました。で、中にちょっとお手紙も入っていたんですけれども、西勝寺さんお疲れ様です。早速ですが、ポスターを送ります。動画の絵が寂しいのでお貼りください。まだまだ暑いので、お体に気をつけてください。栄養ドリンクでも、お使いくださいということでですね。こちら、クオカード4000円分いただきました。ありがとうございます。ですね、9月、今、撃退シールと、政治活動用のビラっていうのを、牧原会社、ネット選挙株式会社の方にお願いしておりまして、多分9月の遅くても半ばぐらいには、届くんじゃないかなと思うので、それが終わったらですね、ビラ配り、多分天文館か、鹿児島中央駅の、近くでやると思うんですけれども、その時の、飲み物代として使わせていただきます。ありがとうございます。送っていただいたのが、ちょっと名前は伏せるということなので、鹿児島の、K さん、ありがとうございました。はい。今日はですね、ちょっとこちらのご連絡、まあ、引っ越しが終わりましたというご連絡と、まあ、初めて、いただき物があったということで、ちょっとご連絡をさせていただきました。まあ、今後はですね、なるべくまた毎日アップの方をしていきたいと思いますので、ぜひとも今後、よろしくお願いいたします。はい、では、鹿児島市議会議員選挙に勝って NHK を